今までついてたやつにまず電動刃5ミリ。オーリングついて、まあ多分ね大丈夫だと思いますが、念のためにねちょっとシーラー塗っときます。長いネジを使うとね貫通してしまうので短いネジを使ってください。じゃあ組み替えていきます。これでね、まあ、外した通りにね組んでいきます。でラジエーター入れる時にね注意がね、ここにねゴムがね残ってたらね、古いラジエーターから新しいラジエーターにつけるか、まあメンバーにつけてください。でとりあえずホース2箇所で固定するような感じでつけます。ホースね2本で固定したので、とりあえずホースバンドと下のメンバーカプラ類つけていきます。メンバーつけます。でコンデンサーとねラジエーターの上もね、もう止めときます。で、コンデンサーはね、仮で止めて、ラジエーターのね、まずこの下側、メンバー締めます。
上のホースね、まあ、ホースバンドもね同じ位置につけて、で電動ファンのねパブラも刺しました。でこの状態でねクーラントを入れていきます。でこれでねあのエア抜きもせずにね組み付けても大丈夫だと思うんですが、とりあえずねエア抜きする位置ですね、それをねやっていきたいと思います。一番初めはねこのオイルエレメントの左のタイヤからね見て手前ですね、こいつを緩めてもらったらラジエーターからのねエアが抜けて水が出てきます。まあクーラントね、クーラントが出てきます。でここでこれでね、OK です。クーラント抜き替えた時はもうちょっと念入りにやってください。よし。で、次ね、ここですね。ここもね、まあ、エアをかめて、エアをね、噛んでないので、大丈夫です。次、ここですね。ここね、ちょっと気をつけてください。滑ってる場合があります。パッキンがあるので気をつけてください。全然大丈夫です。もっとね、ピューっと抜いた方がいいです。今回ね、エアかましてないので、こんな感じでいきます。サブタンクをね、この隙間に入れてね、下まで、でホースを刺します。後ろで抜いた水はねここから来てるので、ね、抜いた分ここを足してください。で余ったらねサブタンクに入れときます。まあ、エアは噛んでないのでね、とりあえず前のキャップをつけてね、エンジン回していきます。エンジンかけていきます。でね、ヒーターにして、足元にして、エンジンかけてね、ヒーターが効きながらこう水温が上がっていくか、見ながらしていきます。あとはね、触ったところに、まあ、水が滲んでるか滲んでないか試しながら、でねちょっと一回ぬくもってきたらバシュッとエアを抜いて、でまた閉めてもらう、何回かね繰り返した方がね、まあ、エアが噛んでたらね抜けやすいです。じゃあねちょっと電動ファン回るところまでエンジンかふかしていきます。ヒーターねもう効いてきました。なのでちょっとアイドリング上げて
ファンを回していきたいと思います。ちょっとね、いつもね、この間ダイハツもやったんですが、このね、EPS、パーセはつくんですがね、ランプがつくんですね。このラジエーターの作業をやった時にね、つきます。まあ、ちょっとね、電動ファン丸までやっていきたいと思います。まずね、1回目回りまして、今止まりまして、何回かね、回していきます。とね、すぐ回るんですがね、すぐ止まりますね。3000ちょっとね、回せばすぐ回ります。6回回りました。で、ヒーターね、効くか確認して、ガスケットが飛んでるとかね、ちょっと不安な方はね、サブタンク開けてボコボコね、泡が出てたらガスケット飛んでます。で、一切出なかったら大丈夫です。まあ、水がね、ダダ漏れになってないかちょっと確認しておきます。で、これで冷やしてね、圧かけていきたいと思います。次の日ね、エンジン冷えたので圧かけていきます。でね、ラジエーターキャップとね、同じ圧かけました。あとはね、漏れを見ていきます。このゲージがね、下がってないのをね、確認して、まあ、見にくいとこはね、鏡で見てもらったら、見えるとこはね、目で見てください。触ったところと、あとはね、ざっと水関係、で、エンジンオイルね、左のタイヤの内側にあります。ちょっとね、クリームっぽくね、水が混ざってないか確認しててください。大丈夫です。ちょっとさっきね、水入れれる時にこぼしたところもありますが、まあ、配管類はね、漏れがないです。で、あとはね、圧が下がってないかを見て、これで OK ですね。あとはまあ、皿のキャップを付け替えて OK です。ちょっとね、ホースメントはね、ちょっと修正してからつけようと思ってるので、まあ、このままでね、完成とします。エア抜きですね、エア抜きバルブと、あとはヒーターで、電動ファンがね、同じ間隔で回るのかとか、あとはね、このサブタンクからね、ホンダ車は特にね、ボコ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 ガスケットが飛んでたらね、出てきます。で、キャップ開けて電気照らしてみたらわかるかと思います。あとはね、エンジンオイルに水が混ざってないか、そんな感じですね。まあ、最終点検はね、まだしますので、動画はね、ここで終わらせたいと思います。他にもね、いろいろ動画を出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。